こうして勝海舟とか坂本龍馬の夢であった幕府や藩を超えた海軍を作ると、そのための総連所っていうのはなくなっちゃうんですね。ここから勝海舟はしばらくあんまり表舞台に出てこないというか、もう知らんって感じでふてくされた日々を送るんですけど、弟子である坂本龍馬はいろいろ日本中動き回ってるんですね。で、これは龍馬編で詳しく解説したので、詳しい話はそっちで見てほしいんだけど、最終的に龍馬は皆さんご存知、薩長同盟を結びます。めちゃめちゃでかい藩であり、かつめちゃめちゃ仲の悪かった藩。この二つを坂本龍馬とか中岡慎太郎とか、そういうものの活躍によって結びつけることに成功するんですね。で、その結果、強い藩二つが結びついたことで、徐々にこの薩長に倒幕の動きが出てきますよね。倒幕の動きが出てきます。それをちゃんと察知した頭いいんですよ。最後の将軍、15代将軍徳川慶喜も、薩長が倒幕を考えているだとと。だったら僕は先に体制を奉還しちゃいますということで、体制奉還します。これは形式上、今、徳川幕府が天皇から政治の実権を預かって政治をやってるわけですが、それをお返ししますって言って朝廷に返しちゃったんですね。なんだけど、まあ、実際は今までずっと徳川家が政治をしていたわけですから、今まで通り俺たちが政治をすればいいじゃんってことで形式上お返しします。これによって薩長としては、幕府が先にね、実権を朝廷に返してるわけですから、倒幕をしにくくなったんですね。倒幕の大義名分が成り立たなくなります。で、腹が決まっている新政府というか、その薩長側としては、形式上じゃなくて、ちゃんと新しい日本を作るんだということで、王政復古の大号令を出しますよね。つまり、今日から新政府、天皇中心の新政府を樹立して、そこに徳川幕府はいりませんと。徳川家は領地もすべて返納しなさいっていうのを王政復古の大号令で出すんですね。これで旧幕府側の人間がブチ切れて、戊辰戦争が起こる。まあ、ここはね、毎回おなじみの流れになります。戊辰戦争は、初めのうちはですね、旧幕府と新政府で結構、まあまあいい戦いをしていたんですけど、途中で新政府が、錦の御旗を掲げるんですね。天皇軍として戦う時に与えられる旗を掲げます。ピカーンと。これによって、新政府は正義、官軍であり、幕府軍は悪なんだ、俗軍なんだという構図が出来上がって、幕府軍の士気がね、一気に下がって、総崩れになります。しかも総大将であるはずの慶喜も逃亡しちゃうんですね。というのも慶喜って生まれつきですね、慶喜って水戸藩ってところの生まれなんですけど、水戸藩って尊王の考えがとても強いんですよ。だから慶喜は錦の御旗に対して戦うことなんてできないんですね。なんで慶喜は自ら逃亡して謹慎をして新政府へ恭順の姿勢を示すと、そういうことになります。そしてその慶喜は勝海舟、やっとね、主人公出てきました。勝海舟に新政府との交渉を委ねます。つまり、新政府と平和的にこの戦いを終わらせてくれないかと。そのための交渉に勝海舟、お前が当たってくれということで、勝海舟選ばれるんですね。そして勝海舟は、新政府の代表である西郷隆盛と会談します。二人はね、もう顔なじみでしたよね。この二人で会談をして、西郷隆盛に、江戸は攻撃しないでくれと交渉します。江戸ってね、まあ、たくさんの人が住んでいて、今後のね、こう日本を担う大事な街であるし、何よりも勝海舟って江戸っ子なんですよ。つまり勝海舟にとって江戸はふるさとなんですね。で、西郷隆盛に言います。西郷どんのふるさとは薩摩藩ですよね。薩摩藩を攻撃されて許せるかと、許せないですよね。だから、そんなことをしたら、憎しみが強くなってね、もっとこう、戊辰戦争が激しくなってしまって、いっぱい人が死ぬと、それは新しい時代に入っても損失になるでしょということで、西郷隆盛と勝海舟でいろいろとね、誠心誠意二人で話し合うんですね。その結果、江戸は無血開城されて、明治の世の中ね、無事に東京になって、こう、戦火を逃れて東京になることになるんですね。こうして時代は江戸時代が終わり、勝海舟も明治時代に入っていくことになります。明治の時代に入って、勝海舟は徳川家と共に静岡へ移住しています。静岡というのは徳川家康、初代将軍家康のゆかりの地なので、新政府の意向というか命令もあって、一回徳川慶喜は静岡へ強制的に移住させられていることがあるんですね。で、
元幕府の人間、今もう幕府なくなっちゃって困ってるので、まあ、一部の人はその慶喜を追いかけるような形で静岡へ一緒に移住してるんですね。で、勝海舟も静岡に行くんですけど、まあ、勝海舟自体はかなり偉いポジションにあったので、今お金も余裕あるんでいいんですけど、ただ多くの元旗本、幕府の武士ね、幕府の武士はもうお金に困ってるんですよ。そうですよね。今まで幕府からお給料をもらって生活してたのに、それがないということで、もう困ってるんですね。なんで、まあ、勝海舟の助けなんかもあって、茶畑、静岡ってお茶が有名ですよね。こういうものを作って、元幕府の人間の働き口を確保してあげると。そういう感じで、まあ、元旗本のお世話なんかもしながら、勝海舟は静岡で暮らすことになります。ただ、勝海舟はずっと茶畑で生活をしているわけではなくて、新政府の要職にもなってます。勝海舟は元幕府の人間なので、新政府からすると敵ではあるわけですけど、やっぱり優秀ですからね、勝海舟は。海外の知識もありますし、新政府にもこう顔がつながってますよね。西郷隆盛とか。なんで、働いてくれないかということで、新政府でも働くことになります。ただ、勝海舟ね、結構やんちゃな性格ですし、この新政府とのやり方に折り合いがつかず、いろいろね、こう激論を交わすんですね。何かにつけて新政府にイチャモンというか、こう意見を述べて、その結果、たくさん左遷されます。左遷されて左遷されて、もういいわってなって、自ら最終的には新政府を去って辞職します。で、その後は割とね、悠々自適に暮らすという日々を送ることになります。その後、1887年に、伯爵という偉い位を勝海舟は授かることになります。なんだけど、実は勝海舟は、これを一回断るんですね。政府からすると、その勝海舟って明治維新の立役者なので、こういうものを授かってくれと、受け取ってくれって言うんですけど、勝海舟はかっこいいんですよ。いや、私は何もしていませんので結構ですって言うんですね。すごいですよね。戊辰戦争を平和的にというか、東京を守った一人でもあるのに、私は何もしていませんからって言うんですね。まあ最終的には伯爵になるんですけど、一回こうやって断ったりしています。そして5年後の92年には息子に先立たれちゃうんですけど、その結果ですね、なんと最後の将軍徳川慶喜の末っ子を養子に迎えています。で、その慶喜の末っ子と勝海舟の孫娘が結婚することで、なんとですね、勝家と徳川家って親戚関係にあるんですね。親戚関係になってます。こうやって徳川家と結構ね、信頼関係を築いて仲良くやっていくんですね。ちなみに最後の将軍徳川慶喜についてもちょっとお話しすると、明治に入った後に徳川慶喜は自主謹慎ということで、自らですね、あまり人と会おうとせずに、家からも出ようとせずに、趣味に没頭してね、ゆっくりというかひっそりと暮らすことを選んでいます。なぜかというと、慶喜って元将軍なわけですよね。そして明治に入ったばかりの頃というのは、まだ新政府に対して反抗的な気持ちを持っている元幕府の人間とかがいっぱいいるんですよ。なので慶喜が表舞台に出てきてしまうと、そういうものが慶喜の元に集まって、慶喜を担ぎ上げてまたバトルだみたいになっちゃう可能性ってありますよね。慶喜はとても賢い人なんで、それをちゃんと察知して、そういうのを避けるために、もう自主的に私は表に出ませんということで、ひっそりと暮らしていたんですね。なんで慶喜は元幕府の人間にすらほとんど会おうとしなかったんです。ただ勝海舟とは今親戚関係にあるということで、勝海舟は数少ない明治時代に入った後も慶喜とお話をする旧幕臣となって、慶喜のね、私生活を支えていく一人になったと、そういう一面がね、勝海舟にはあります。そして1898年になると、天皇家と徳川家の和解が成立します。つまりひっそりと暮らしていた慶喜が天皇家に招かれて握手なんかをして和解をすると、こういうことがありました。で、これに至るまでにいろんな人が活動したわけですけど、その一人として勝海舟がいて、こういうことが行われた影の功労者としてね、勝海舟がいたということになります。勝海舟って江戸っ子で元幕府の人間ですよね。なので明治に入ってからも慶喜のことを見捨てずに、ちゃんとお世話をして明治の時代をね、生きたということになりますね。そして、この翌年です。天皇家と徳川家が和解を果たした翌年に、勝海舟は脳出血でね、
お風呂に上がった後に倒れちゃって75歳でお亡くなりになりました。ちなみに勝海舟が亡くなる間際に言ったというか最後に言った言葉、これかっこいいんですよ。勝海舟は最後にこれでおしまいと言って死んだと言われています。これでおしまいでさ終わるって後悔してないとこれ言えませんよね。やっぱり後悔してるとこれでおしまいって言えないじゃないですか。だから勝海舟っていうのは本当に自分のね人生に後悔なくやりたいことというかやるべきことをやって最後ね死を遂げたんだなということで本当にかっこいい人物だなと勉強していて思いました。さあいかがでしたでしょうか。勝海舟の人生本当ねかっこいい人物でしたよね。振り返ってみると勝海舟ってまず戦型の名がすごいですよね。この剣からの乱学、この一大決心がすごいんですよ。剣の方が絶対に安定して食べれるのに、将来絶対に日本のためになるからということで蘭学へ転向した。このね決意がすごいですよね。戦型の銘がすごいです。そして勝海舟ってとても視野が広いんですよね。当時の日本というのは幕末はねまだ薩摩の人は自分を薩摩人だと思ってるし、長州の人は自分を長州人だと思ってるし、幕府の人は自分を幕府人だと思っていて、日本人だと思ってる人ってほとんどいなかったんですよ。なんだけど勝海舟はいち早くこの日本人という考え方にたどり着いて、内乱をしてる場合じゃないと、藩とか身分とかそういうのを超えて海軍を作らないといけないんだっていち早く言ったと。そこもねとてもすごいですよね。でその一方で明治に入ってからは元旗本というねそういうアイデンティティもありますから、しっかりと徳川慶喜の私生活を支えながら人生に幕を終えるということで、とてもねかっこいい生き方だなと僕は思いました。僕も最後死ぬ時に勝海舟のようにねこれでおしまいと後悔なく言えるような人生を送りたいなと勉強していて思わされました。はい、最後までありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。乾杯。